さん、こんにちは。森崎亜里です。くまみきです。はい、今日はくまみきちゃんとちょっとね来てるんですよね。来ちゃった来ちゃったよ。結構頻繁に最近会ってるもんね。そう、会うね。ね、本当に最近会ってるから。よく会う、一番よく会うかも。一番会ってる、確かに一番会ってるかも。ウォーキングデッド、そうそうそうです。大好きなウォーキングデッド忘れてた。そうなの。そうなの、うん、なんかそれに合ったお化け屋敷が期間限定で無料でやるやる。そしてでも今日最終日だからみんな来れないよ。どんまいどんまい。そうだよ、私が好きなウォーキングデッドの、私のメイクにも結構ウォーキングデッドの俳優さんたちのメイクをたまにしてるんだけど、まあ、そういう感じのねイベントがあって来ました。雑ですね。雑ですね。相変わらず雑ですね。やっぱね、そういう性格出ちゃうよね。あ、ゾンビ来たよ、ゾンビ。ゾンビ来た。映っていいのかな、ゾンビ。ゾンビ。ゾンビ、ゾンビ来たよ、待って。あ、間に合わなかった。痛い、見た、見た。見た、ゾンビ。かっこいい、かっこいい。チビ、チビゾンビどこ。チビゾンビどこ。イケメンゾンビ。イケメンゾンビ。食われてイケメンゾンビなら食われてもいいそうです。くまみちゃんは食われたい。な感じです。受付すごいね。生きてさ出せよって書いてあるよ。で、私の大好きなダリルです。いやマジでダリルファンなんだよ。本当にかっこいいわ。頑張りたいと思います。心配なのはみきちゃんだよ。いやガチでね、ガチでやばいよ。だってもうだってここ目の前お墓なんだもん。そうなの、怖いんだよ。なんかね、しかもすげえお墓なの。なんかもうねここでやるなみたいな。そう、超住宅街の超お墓の前。そう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 、超怖いね。お焚き上げとかしてそうな。ねえ、いいよそういうの、怖いよ。わお、こんにちは。かっこいいダリル、やば。この余裕は今だけだよ。ぜひあの生きて帰れたら見てください。ぶっこいてんの今のうちなんだろうな。やばい、待って、ね、やだって。なんで私本当に無理。男行こうよ先。男は男は面白いの乗れますよ。面白くないって。何言ってんの本当に。もう後で見ますもん。見てね。絶対取ったんと動くじゃん。あ、いるわ、いるわ。いい人？あ、いるわ。あ、いるわ。死んでる、死んでる、死んでる。え、取ったと動きそうな人？うーん、生きてるね、これ。あら、もうバカもういいよ。これ病院のやつ、病院のやつ、病院のやつ、いいよもう。ね、バカ起きてるじゃん。みきちゃん頑張って、頑張って。運転、運転、免許持ってる？アクセルってどっち？え、マジで怖い。え、本当に進んでるみたい。他ね、他ね。意味わかんない、意味わかんない。私運転してんのかな。運転してるよ、今運転してるよ。
え、しかも超イケメンじゃん。かっこいいっすね。超かっこいいっすね。で、何どうすればいい。なんでよ、怒んないでよ、褒めたんだから。あそこのあいつイケメン一発撃って引かせましょう。あいつだって死んだのに一体、はい、何頭打ってないんだ。騒いでるの。大丈夫っす。中入ってて、あれ、ある意味呼んでるよね。もう好きね、あなたも。もうやだ、何回撃たれたいの。イケメンまだ見てないの。え、超かっこいい、ほら。イケメンだね。でしょでしょ。めっちゃかっこいい。行きますよ。出た。あー、出たー。わー、正解しました。楽しかったけどイケメンだったゾンビが。あのゾンビならいいね。あのゾンビかっこ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 。最後にご協力してくれたこのリア充2人にありがとうございました。ありがとうございました。